生徒会長、俺と一緒に渋谷に行かないか？え、これはもしかして世に言うところのいわゆる告白なのでは？男女の交際は校則第3条第5項で禁止とされているわ。でも私の恋の生徒手帳によると、結婚を前提にした清い交際であればむしろお付き合いウェルカム。ああ、レン君、あなたが私の運命の人なのね。生徒会長、うん、いいでしょう、あなたと付き合いましょう。まずはお友達から始めて、最初のデートは遊園地、ファーストキスは3回目のデートで、その後私の両親に紹介を、結婚式はチャペルで、新婚旅行はベッドだけどハワイ、子供は3人は欲しい。え？いやー、まさかこうしてみんなが揃うなんて驚きだよ。誘いたくて誘ったわけじゃない。あら、童心に取りつかれた経験のあるお前たちなら、ハルマの状態を判断できると考えたまでだ。相変わらずツンが強いであるな。そろそろ俺にも出れてほしいよね。ありえない。ねえねえ、南風の新メニューでナポリタンを出すことになったんだ。あのマスターのことだから。ご老人にも優しいコシのない麺に、ハムと玉ねぎとピーマンというシンプルな具材を混ぜて、ただケチャップで味付けしただけの、何も足さず何も引かないナポリタンを出してくれるに違いないわ。すごい、全部合ってる。あかねちゃんって本当うちの店のこと理解してくれてるね。それは褒めているであるか。ほら、ハムハムハムヘイカモン、電車が来るまで座ってていいぜ。キモ、はあ、いい、そのゴミを見るような冷たい眼差し、たまらないぜ。もっともっとくれ、いやください。つかずだ。あ、ジュモを誘われてごめん、今ちょっと喋りかけないでもらえる？おお、その表情いいね。物憂げな雰囲気が大人っぽくてドキッとしちゃったよ。あ、そうかしら。よいしょよいしょよいしょ。さあ行こうぜ。でやる。ハルマが着ていた制服を調べたんだけど、今通ってる学校はおそらくここよ。あ、ハルマ。俺たちは上野原のトップになった。約束通り話を聞いてくれるんだろうな。状況が変わった。今の俺にお前たちと話す時間はない。待って、違うと思うけどな。あー、でもあの代わりを見ると怪しくもあるよね。つまりどっちなんだ？ごめん、はっきりとは分からないな。よし、ここは手分けしてハルマを探そう。アカネちゃん、行こう。うん、アキラ、俺たちはあっちを。ああ、葵くん、ペアを組もう。そしてさっきの冷たい目で罵り続けてくれ。なんだよ。じゃあ、俺たちはあっちを探そう。これは状況的にデートというものなのでは？ハルマの邪魔はさせない。南沢家発動！ガガガガガ、ハルマを探索、ハルマを探索。南サーチがスイートな香りをキャッチ。うん、甘い誘惑には逆らえません。お、若葉さん、ちょっとマジで待ちくたびれたんですけど。
私たちを待ち伏せしてた？若葉さん、この方は。ハルマの仲間で頭にキャンディーつけてる変わった人だ。はあ？あんたマジ何なのって感じなんですけど。ねえ、ハルマのこと探してるんだけど、どこにいるか知らない？会ってお話ししたいんです。ハルマにそんな暇ないし、つうかあんたらなんかに邪魔させないし。Like something dream, paranoia's gonna move in your dream. Because I'm a need, makes the eyes at me. Would you like another dream? Have the noise in my ear for my tea. So because I'm a need, drinks a cup of tea. And I'll be a damn my goddess, she's damn that so cool.Move it down your honey, get ready for honey, baby, got your record up. Move it down your honey, get ready for honey, baby, got your record up. Move it down your honey, get ready for honey, baby, got your record up. Move it down your honey, hey, let's change the subject. Nobody knew what is a raven, like a writing desk. Nobody knew